ばばばばばば、俺ね、この前に学校でね、数学のテストがあったんよ。その数学のテスト、なんか周りのみんなからしたらめっちゃ難しかったらしくて、平均点ね、58点だったんよ。で、中には3点熱もいて、プンプンプンみたいな。それなんかね、数学の関田先生にめっちゃ怒られてて、めっちゃ点数さらし上げにされてて、俺さ、言ってないけど、そいつにね、何のためにお前学校来てるって思っちゃって、俺。俺ね、全然勉強してなかったんよ。勉強してなかったんよ、俺ね。全然なんか前日寝れんかったんよ。だからそれテスト中めっちゃ眠くて、全然集中力なくて、俺。まあこれでいっか。みたいな感じで提出したんよ。そしたら俺ね、98点。みたいな。本当にこれ中央大学高校偏差値70のテストですから、びっくりしちゃって、俺。で、先生曰く。だこのテストで95点超えたのクラスで小林だけみたいな。もうめっちゃ杉田先生に褒められて、クラスの女子とかも、小林くんかっこいいみたいな。今度勉強教えてとか言ってきて、俺最近ね、忙しいよ、結構。たっちゃんすごいね。学校の数学のテスト、クラスで1位だったんだ。いやー、さすが私の孫。これは将来総理大臣にでもなっちゃうのかもしんないね。そんなことはね、俺総理大臣にはなれないし、なる気もない。まあ。他の人よりちょっとだけできるだけ。ちょっとね。あと、この前なんか、学年のマドンナの南さんって女子がいるんだけど、なんか南さんに、なんか体育館裏に呼び出されて、俺告白されて、なんか俺との妄想デートプランみたいな語られたんよ。なんか付き合ったら休みの日、なんか二人でマック行って、なんかビッグマックセットとフィレオフィッシュセットをお互い食べさせ合いっこするみたいな。なんだこいつみたいな。なんだみたいなびっくりして。で、なんか寝ても起きてもずっと俺のこと考えてるらしくて、このメスめっちゃ俺のこと好きやんって思って俺。まあ一応アンサーはまあ今のところ保留にはしてるけど、まあ南さんとは今はまあ、友達以上恋人未満の関係まあ最近可愛いからまあ付き合ってあげてもいいかなってふうには思ってきてはいる。たっちゃん学校でモテモテなんだ。いや、たっちゃん2枚目だもんね。これ私が死ぬ前にひ孫の顔見れるかもしれないね。いや、早い。まあ、それは早い。それは時期尚早。いや、早い。俺まだ高校生だから。だからその子供作ろうとかそんなこれ考えてない。それは早い。まあ、けど、まあ、期待して待っててとはまあ、提言はしておく。で、まあ、その南さんともし付き合ったとしても、まあ、やっぱ日本男児として、まあ、一人の女の子を守れないのは恥だなと思って、最近独学でね、この護身術ね、見つけたからちょっと見せるね、パパに。一応。たっちゃん、いきなりどうした？これ波、格闘技超えて暗殺術って言われてるよ。ほんとね、波舐めたらやばいです。波舐めたらほんとね、握手の時指の骨ね、全部折っちゃうんで。波パンチいきます、波パンチの時、お腹の力抜いてください。お腹の力抜かないと内部破壊しちゃうんで、いきます、波パンチいきます。まあこんな感じ。いや、ババには当てないよ。弱い者いじめになっちゃうからね。めっちゃこんな感じですっていう。たっちゃんいろいろ最近頑張ってるんだ。これはちょっとご褒美あげなきゃね。はい、たっちゃん、これ、あげる。なにご褒美ってなに怖いなにたっちゃん頑張ってるから。はい、これ、1万円、受け取って。よっ。これ、1万円っていいの？だって、だって俺、今日誕生日とかじゃないよ。だってお年玉っていう時期でもないし、なんで？だって、たっちゃんすごい頑張ってるみたいだし、最近会えてなかったから、これあげる。マジでいいの？あれだよ。これもらったから、なんか正月にお年玉なしとかそういうのなしだよ。うん。絶対お年玉俺きっちり耳揃えたのもらうからね。ちゃんとお年玉で耳揃えたのあげますよ。やった！これでまた自己投資できる。俺ね、最近ね、じじとばばをね、なんかね、もっとね、楽にさせてあげようと思ってね、俺ね、勉強してね、お金持ちになるね、準備してんの、俺。このお小遣いでさ、有名な投資家さんのさ、自己啓発本買うからね、たくさん。ありがとね。喜んでくれてよかったよ。ちょっとお母さん、そんなタツにホイホイ1万円とかあげないでよ。こっちはこっちでちゃんとタツに必要な分のお金とか渡してるから、その1万円お母さんが自分自身のために使ってよ。ママ！これさ、別にさ、俺からさ、欲しいってさ、言ったわけじゃなくてさ、これさ、ママの恋でくれたもんだから。しかも今さ、俺とママの話だからさ、ママ入ってこないで。ママ外野でしょ？第三者入ってこないで。この部外者が。何言ってんの、タツ。いや、タッちゃんの言う通りよ。久しぶりに会った孫をね、甘やかして何が悪いの？私だってね、老い先短い。いつまで生きれるか分かんないんだから。久しぶりに会った時ぐらい孫の喜んだ顔見させてよ。たかだかね、1万円を渡したぐらいで、水ささないでよ。だって。だから俺がさ、これさ、催促したわけじゃないでしょ、これ。てかさ、おい先短いさ、一種のかわかんないババとさ、そのさ、ババがさ、目に入れても痛くないさ、めちゃくちゃ可愛くて仕方ないさ、孫とのさ、貴重な時間に水差すなよ。わかった。お母さんほどほどにしてね、タツにお金あげんの。タツもちゃんとありがとうって言いなさいよ。うん。ママに言われなくてもそれぐらいもう言いました。はい。もう残念。言いました。うん。もう散れ！はいはい。散りますよ。ババ、本当にありがとうね。これマジで嬉しい。ババさ、いつ死ぬか分かんないけどさ、絶対俺それまで面倒見るから。絶対俺老人ホームにはぶち込まないから俺。ちゃんとね、このお小遣いで将来の投資に当てさせてもらうから。うん、ババ大好き、本当に。ありがとう。たっちゃんが喜んでくれてよかったよ。本物